始まるよ。皆さんおはようございます。本日の令和論語はこれでいきますよ。いろいろな国の決め方、いろんな国に決め方がありますけれども、同じだと思ったら大間違いですよ。これ単純なことですけども、考えておかなきゃダメですね。例えば男性の決め方、女性の決め方、それから子供と大人、これも違います。決まり方と言ってもいいですけども、決め方違いますよ。世界各国同じだと思ったら大間違いです。いいですか。でこういうのがあります。日本の場合はね、誰にも文句の出ないところっていうのが決め方のこれ基礎ですね。誰にも文句の出ないところ、まあ、大体文句は出ますけども、多くはこういうところです。で、こういうのが論文の中にあります。君子の天下におけるや、良くもなく悪しきもなし。悪しっていうのはね、悪いっていう意味じゃなくて、これ日暮れの暮れっていう字みたいな字ですけども、義、これ共に親しむってこういう文があるんですが、なかなかこれ難しいんですけどね。君子が天下で決めるときっていうんですね、これね。いいこともなく悪いこともなくっていう、ね、つまり極端にはしないってことなんですよ。で、義ということ、これ義理の義じゃないですよ。義理人情とは違いますよ。これ共に親しむっていうのは、時と場合によって、この人には特別だ、この人には無視しようっていうのがあるんです。そういう人には親しむっていうのは、これは親しくするっていう意味です。特別の人には親しくしますよという、これは中国の考え方です。となると、これちょっと分解してみるとね、日本の決め方というのは、これはなんつんだろうな、政治家なんかでもよくやるじゃないですか。ね、会社ではそんなことあんまりしないと思いますけどね、儲かんないから。町内会だとか学校でやるとか、いろんな奥さん同士の決め方とかありますけども、折衷案が多いでしょ。みんながいろんなこと文句言います。それちょっとずつだけ入れるんです。折衷案はね。で、これ何だろうな、反対派の意見、それから口の多い人の意見っていうのを無視したら怒られちゃいますよね。後からいくらでも言われちゃうから、その人は無視しないようにしましょうって言ってちょこっと入れたことですね。それが全部になるかもしれないですけども、で、ね、それなぜかっていうとね、引き下がれるようにするんですよ。意見を出した人が、ああしょうがねえなって言って引けるようにするんです。これ普通のとこだったら、意見出してもダメだって時はそれで終わりですよ。あ、ダメなんだって終わるんです。でも日本人ってのはそれで引きずっちゃうんですよね。なんかね、ぶつかり合いもできちゃうし、そういう時にはね、うまく引き下がれるように、メンツを保てるようにします。だから誰もが成功者のいないようにするっていうのは、誰かが言ったもの、それがよしそうしようってさーっと動かないようにするんですよ。誰かがこうしようって言って、それが素晴らしい意見だとしても、でもこれもありますね、これもありますねっていう付帯事項がつくんですよ。そうしないとね、誰かがその人が決めたことになっちゃいますね。もう一つはね、強烈なリーダーシップとか動かない方針というのは嫌がりますね。日本人っていうのは結構柔軟に、また変えちゃった、また変えちゃったっていうのもね、いいんです。だから昔はね、強烈なリーダーシップとかなんとかって良かったんですけども、今やっちゃうと、あの人は頑固だとかね、自分勝手だって言われちゃうんですよ、これやるとね。ところがね、西洋諸国の決め方っていうのは取引です。これは全員が分かってます、ね、例えばウクライナの武器供与っていうのは、これ見返りが必ずありますよ。かわいそうだからとかね、気の毒だからってことは絶対ないんです。必ず見返りがあります。中国がすごい見返りをしました、中国ね。だから気の毒かわいそうは挨拶だけ、これ言いますよ。気の毒だな、かわいそうだなってこと必ず言います。でもこれ枕言葉だから挨拶だけ。日本人っていうのは最初から最後までこれだけですよね。気の毒かわいそうをザーッと押し付けます。だから実際のところ取引なんですから、これ挨拶だけです。それからもう一つね、外国っていうのはあんなにウクライナがかわいそうなことになっても援助支援ってしない国があるでしょ。あ、なぜかって言ったらば、法律的な義務があるんですよ。 OECD のね、あなたの国は支援してもいいとか支援してはいけないっていう国があって、だから韓国なんか支援しないでしょ。日本はするんですよ。それ何パーセントって決まってるんですよ。そういう義務で行います。だから全世界もう200カ国近くね、ウクライナの方に支援してるわけではないでしょ。
おかしいな、かわいそうだなと思わないのか、あいつらは。そういうことじゃないんですよ。支援する義務はないんです。それから中国の決め方ってどうかって、中庸っていうのはね、中途半端って意味じゃないですよ。真ん中って意味じゃないです。全体的には表面的に薄くかかります。みんなにやってるようにかかるんです。これはね、あまねくって言って、しゅうって言うんですよ。全体的にはあまねくやってるように見せます。関わったよっていうことね。ところがね、個別的、例えばコネのある人とか親戚であるとか、特に親しい人なんかには特別仲良くします。これがここに書いた非っていうんです。中国はこれ甚だしいですよ。で、もう一つはね、多様性、多様性っていうでしょ。日本なんか特に多様性の国ですよね。最近なりましたから、多様性、多様性って言うとね、平気で切っちゃいますよ。いろんなこと言う人は、あんたはダメですとバッて切っちゃいます。日本人は多様性を5人が言ったら5人の意見を入れちゃいますよ。これそうするとなかなか進まないし、そうだよし、これでうまくいったっていうことにはなんないですね。面白いですよ。だから全体的にはね、中国人の決め方っていうのは大変したたかです。したたかっていうのは、コネがあるところには恩恵が行きます。コネがないところ、関係のないところ、親戚じゃないところ、知り合いじゃないところには、恩恵は行きません。それから西洋は冷たいです。取引できるところ、できないところってのがあるんです。見返りがあるかないかですよね。そういうところはピターって切っちゃいます。で、日本っていうのはそうじゃないですよね。もう小さい頃から会議かなんかでね、児童会とか生徒会なんて会議ではいろんなことを決めましたけどもね、不十分な恩恵が受けるだけなんですね。じゃああなたのところはこれだけ、あなたのところはこれだけ、俺たちの時もこれだけ言ってくれたからまあいいかっていうようなところで妥協しちゃうんですよね。だから日本の決め方っていうのは、全然自分のところに恩恵がなかったから今回は我慢しようってことないですよね。ちょこっとちょこっと恩恵があるんだけども、焼け石に水の恩恵っていうのはよくありますね。中国なんか恩恵なんか全くないところあります。でも恩恵のあるところはダッと乗っちゃいます。まあ、そういうふうなところであると、どっちかというとね、西洋の決め方の方がだいぶ日本的になりましたね。これ取引っていうのありますから。だからなんて言うんだろうな、日本という国は小さいから、小さいからどっかで災害が起きても無条件でこれは支援してあげますよね。無条件で支援してあげますけども、困ったな、じゃあ助けてあげましょうっていう風な人たちがいたらば、何か恩恵が来ないと助けないっていう風なことっていうのは日本ではないでしょ。これはね、本当あるべきなんです。何か恩恵がないと、何かいいことの見返りがないと、あなたのところは悪いけど助けられないわっていうね、そういう言い方ってできないんですよね。だけどしても構わないんじゃないかと思います。特に小さい子のね、何か決め方ってあるでしょ。あるいは、取引とか会社の中の大きなそういうビジネスじゃなくて、遊びであるとかね、物を買うとか、家でもいいわ、そういうような時の業者なんかとの、この何か決める時には、何かの恩恵っていうかな、何かの見返りっていうのがある場合に支援をもらうっていうことがないと。だから逆に言えばね、してあげたわ、してあげたわっていう時には、してもらった人というのは日本人ではありがとうございますだけじゃまずいことがあるでしょう。やっぱりね、何かの見返りというお礼というのがあるんですよ。だから簡単な例で言うと、市民講座とか何かの講演とかっていうのはただじゃやったらダメです。あれは必ず見返りをあげる。逆に言えば講演ありますから、お話がありますから、皆さんただですから来てくださいっていうかありますけど、ぐずぐずって行きますけどね、それよりもね、100円ですとか500円ですとかいう、そういうなんていうんだろうな、ちょっとね、出すものを出さないと、これはね、講演とかね、そういうもの、恩恵を与える方も一生懸命やらないですよ。なんかね、自治体の義務でやってるっていう、自治体の義務ではなかなかいいのはもらえません。やっぱりそういうところではね、この取引の決め方っていうのは結構重要なことなんで、これからはそうなってくるんじゃないですかね。仕方がないっていうのは、ある程度の見返りとかそういうものを求められないところっていうのはあるっていうことね。
そういうのをちょっと考えたのは、子供の頃から考えた方がいいと思いますね。本日は以上です。